こんばんは。今回はサテラの深掘り動画となります。まあ、持たせるギアはなんだとか、一緒に何を入れたらいいのかとか、あとはまあ対策キャラは何とか、そこら辺をお話しできたらなと思います。それではどうぞ。まずはギアから見ていくんですけど、まあだいたいみんな持たせてるっていうのがヘリオですね。まあ SS の得点力が上がったりとか、まあ、ミラーで強くなったりするので、ヘリオの人が比較的多いかなと思います。で、まあ、ヘリオの他にじゃあ何がいいのかっていうと、まあ、あとはシルビアですね。シルビアだったらあのまあ無難ちゃ無難ですね。安定封印とかも対策できたりとかするので、まあ無難に行くならシルビア。あとはまあちょっと優先度は下がっちゃいますけど、一応まあ卓になるのがエンマラケですね。あのまあミラーってなった時にやっぱいかに自分が前出るかの勝負なので、まあ相手が前に出るのを牽制するって意味で、まあありかもしれません。まあ基本的にはでも個人的にはやっぱヘリオかシルビアかなとは思ってます。でシューズなんですけど、まあ基本的にはこれでいいと思います。エレノア靴でいいと思います。でまあもしですけど封印が怖いのであれば、あのヘリオとか持たせて、まあ、リーラン靴とか履いてもいいのかなって思います。一応まあスマッシュさえすれば、うん、回復できるので、これもまあなしではないかな。でも基本的にはやっぱエリアとか無敵も欲しいのでこれかなとは思いますね。うん。で次スロットスキルなんですけど、ラケットの場合はまあ基本的にはまあ自分は交代時でいいとは思うんですけど、交代時、うん、交代時でいいと思いますけど、まあ人によってはスマジュの人もいます。で初手からもし使いたいんだったら、この雪 32% もまあいますね。 32% ってことはまああのスロットスキル1も揃えるんですけど、その人もまあその、うん、つけてる人もいます。その3択ですね。基本的にはスマジュ、交代時、吹き32の、まあ、3択かなって思います、大体は。でシューズは、まあ、大体の人はやっぱこれのスマム校かなと思います。でまあ人によってはまあエリアが欲しいとかいう感じでスインゲーラーを選んだりとか、まあ、これだったりとか、まあここら辺とか、あとまあここら辺とかね、まあここら辺とか、ここら辺のエリアを盛る人もいるし、ただミラーってなった時にやっぱあるとまあ便利っちゃ便利だけど、まあいやミラーだったらどっちかといえばエリアか、まあ何を重視するかっすね。まあ個人的にはやっぱスマ向こうがあった方がいいシーンも結構あるんで、スマ向こうにしてますけど、そこはやっぱお好みっすね。次は編成のお話になるんですけど、編成はまあ自分が好きなように組むのがいいとは思うんですけど、まあ一例として見せておくと、自分はこんな感じで使ってます。まあセレナにまあ雪32だったりとか、スマムコをつけたりとかで、まあエレンがまあ要だったりはするんですけど、まあ接触とかつけたりとか、でまあ自分のサテラは基本的に交代時にしてます。でスマムコをつけると、まあ、本当だったらエレノアツの方がいいんですけどね、普通の。でまあ個人とかやっぱね、セレナとの相性はいいんですよね。サテラやっぱノクバとか効いちゃうんで、そこがネックなんですけど、そこをセレナがケアできるので、まあ相性はいいかなって思います。でまああと他に組むとしたら、ジュダとか結構おすすめかもしれません。燃焼レベルが上がるので、リーダースキルで、まあ、リーダースキルじゃなくて SS でも上がりますけどね、この改正中は燃焼レベルがプラス3されるので、ジュダのレベルが上がるんですよね。ロブのジュダのロブが燃焼レベル5で、リーダースキルのまあリーダースキルじゃなくても改正でレベル3上がるので8で、スカルマグナをさらにつけてあげることで9になるので、まあそこ強いかなと思います。
うん、まあまあまあそんなとこっすね。で次3つ目はまあリリカエレンと混ぜるやつですね。まあ完全にこれまああの旧エレン捨てなので、まあおすすめって言っていいのかは分かんないですけど、まあ一応これはこれで強いです。はい。で最後はサテラの対策キャラって感じになるんですけど、サテラの対策はまあサテラと言いたいとこなんですけど、まあ大体まあ持ってない人がここは見ると思うので、まあ、サテラ抜きでいくと、まあ1体目ミュウエかなと。まあ燃焼効いちゃったりとか地面ギミック効いちゃったりとか、まあ、そういうとこはありますけど、基本的にはドリンクが適度に来れば粘れるので、粘って粘ってヘリオでドッカーンと、そういう感じで決める形になりますね。で次ジークですね。ジークだったらまあ、ノクバ、まあ、セレナとかと組み合わされなければですけど、基本的にはギミックが効くので、まあ、ジークで自己狙いって感じですね。はい。まあ、スカルとかでね、感電レベル上げてあげると、まあ補給見切りがあるとはいえしづらくなるので、まあいいかなと思います。で3体目エレンです。旧エレン、エレンの場合はまあ完全にガン詰めをする感じなんですけど、基本的には弾が遅くなっちゃうので砲台での自己狙いってなります。で4体目リリカです。リリカはまあ交代時で出てきた時限定とはなりますけど、サテラ側の得点力がなくなっちゃうので、まあボレー出れば関係ないですけど、まあ比較的対等に戦うことができるので、まあまあまあ見れるキャラかなと思います。で次5体目エムルカです。まあガン詰めとかされちゃうとちょっとしんどいですけど、基本的にはジンの中に弾さえ入ってくれればハイジャンでバゴーンとできるの で基本的にあの中央の陣の中にいれば、まあ出てもちょっとぐらいは確か無効が続くはずなので、これですね。あの中にいれば弾を遅くするやつも効かないので、基本的には陣の中に誘い込んでスマッシュでバゴーンと決めると、そういう戦いになりますね。で次クリスマスキアラです。キアラの場合はやっぱサテラはやっぱりギミック無効が空中はないので効きますね。かなり動きづらいです。でラスト、あ違うこっちじゃないキューアナゼの方です。アナゼは基本的にやっぱギミック受けちゃうと得点力がなくなっちゃうので、ギミック避けながら戦うんですけど、基本的に特殊スライスを持ってるので相手は前に出られないですし、あとはラケットの方を今画像貼ってるかもしれないんですけど、自身が燃焼の時にそのダメージアップと増加量アップをつけることでちょっとループしない分をループさせることができますし、火力も伸ばせるのでサテラ側は結構戦いにくいかなと思います。体力が結構ゴリゴリ持ってかれるので、うん、結構いいかなと思いました。まあ地味にストームも持ってるんで、まあ、ストーム対策ともなりますし、意外とありかなと思いました。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあちょっと至らないとこがあったかもしれないですけど、まあ質問があれば個別に答えていくので、まあ、よかったらコメントに残してくれればなと思います。それではここまでありがとうございました。お疲れ様です。すいません、ちょっとね2つほど言い忘れがあったんですけど、1つ目が編成の組み方ですね。もちろん自分が紹介したやつとか、あとは個別に質問してもらってもいいんですけど、一番参考になるのがこの方法なんですけど、ランキングボードを見るんですよ。トップ10の、あトップ100ので、その編成を参考にして組んでみるのがまあ間違いはないかなと思います。まあただの PS お化けの人もいますけど、基本的には強い編成の人が多いので、まあ、そういう人の編成を見るのがいいかなと思います。でもう一つが改めて使ってみてサテラを買うべきかってとこなんですけど、個人的には買ってもいいと思います。
うん、使ってて楽しいし、まあでも最終的にジュエルを出すのは本人なので、まあそこはまあジュエルとの相談かなと思います。これからまあコラボが来ないとは言えないので、そこでああそこで使わなきゃよかったなってなっちゃうかもしれないので、そこはお任せしますけど、まあ自分はいいとは思いますけどね、別にサテラ買っても普通に強いので。ということで改めてありがとうございました。お疲れ様です。